女性たちの歓声とともに登場した生田斗真さん。アイドル王国ジャニーズ事務所に所属し、役者として活躍中の今注目の若手俳優です。今回映画初主演を飾り、試写会の舞台挨拶のため札幌にやってきた忙しい中、お話を聞くことができました。ご覧ください、もうすべて生田さんの顔ですね。生田さん、生田さん、生田さんということで、このような特別コーナーも作られているんですが、ありがたいです。今回この人間失格の映画の主演をやった、はい、ということですね。そうです。みんな書いたのか、お前だば偉い絵描きになる。時代を超え今なお愛され続ける文豪太宰治。彼の代表作にして最高傑作である人間失格がついに映画化。繊細で独特の感性を持ち、それゆえ不安や悩みを抱えながら生きる青年、大場洋蔵を生田さんが熱演しました。堀木さん、一緒に死のうか。寒い、寒いよ。僕自身も今まで演じたことない、本当に今まででも一番の難役に挑戦させてもらったなっていう気がしてるんですけども、心臓内の麻薬中毒が偉そうに。顔いめっていうんですか、目の表情がすごいですよね。意識してました、目はなんかやっぱり正気がないとか、ちょっと命の匂いがしないっていうか、なんかそういうのは意識してました。大人の男を舐めるなよ。生田さん演じる大場洋蔵は寂しさや迷いから酒や女性に溺れ、ついには女性と心中を図ります。そんな洋蔵を取り巻く女性たちを日本映画を代表する女優たちが演じます。お願いします。本当に皆さん印象に残ってますね、けどそうですね、室井さんとのシーンとか領土のずるい部分とか汚らしい部分みたいなものが現れないシーンだったので、気合が入ってたなっていう気はしてますね。テストの時からいきなりフルパワーで行ってしまったら、申し訳ないなって思いますし、テストの時は軽めにやってたんですけど、本番でいきなりがっつり行ったもんだから、結構びっくりされてました、ね、そこをなんとか頼む、奥さんキスしてあげるから。今の自分には幸福も不幸もありません。一切は過ぎていきます。花テレビをご覧の皆さん、こんにちは、生田斗真です。僕もですね、北海道出身なので、北海道の皆さんにもぜひ見てほしいと思っております。新しい生田斗真がこの人間失格でこの映画で見れると思います。ぜひよろしくお願いします。確かに新しい魅力が見れそうですね。そうです。今まで割と、ね、明るいキャラクターを演じることも多かったんですけどね、すさんでいくその様子が、ね、とても美しく描かれております。生田斗真さん主演の人間失格は、来週になりますね、20日の土曜日公開となります。はい。さあ続いては、と人間失格主演生田斗真ほか超豪華キャストで送る青春文学の最高峰、ついに完全映画化。誰もが彼に惹かれた。だが彼の居場所はどこにもなかった。落ちていくほど美しい。ザ・フォールン・エンジェル人間失格、ぜひ劇場でご覧ください。